え皆さんこんにちは。えー、これからですね、東京都三鷹市の、えー、公務員試験を受験を検討されている方にですね、えー、試験制度の概要と言いますか、ちょっと注意点、重要ポイントみたいなことをね、簡単にご紹介していこうと思います。えー、担当はレックセ銀行士の大野と申します。よろしくお願いします。まず東京都三鷹市ですが、あの非常に人気の自治体です。で、東京は二十三区とそれから多摩地域というかね、市町村部に分かれるんですけど、そのちょうど境い ににあたる一個のの市になりますすす人人口18万人ほどのところですで,はですねあの三鷹市というのはですねあの市長が清原市長という現在の方でね女性市長で非常にユニークな政策をやられるので有名です。えー、という有名なところですとね例えば昔はね一律の幼稚園があったんですね三鷹市立の幼稚園が。だけどそれはもう、ね、あの廃止して。 幼児教育については私立の方の幼稚園の方に委ねるなんて政策をしましたじゃあね市の資源はですね保育の方に向けていくということでね公でやるのは保育で幼児教育の方はまあ民間という形にこうピシッとねこう分けるとかあるいはね全国に先駆けて9年制の学校小学校6年と中学校3年を1個の学園 という形で市内の学校を整理統合していくというような形の政策でも知られています。そんなね大胆な政策をねいろいろやっていくっていうことで有名な三鷹市ですが、あのまあ一次試験普通の公務員試験と同じです。教養試験があり専門試験があります。で2015年の試験はちょっと日程がまだ未定ですけれども、昨年まで2010 四4年13年はですね東京都特別区こちらも人気の自治体というかね特別区人気ですけれどもそちらと同じ日に試験をやってました逆に言えば特別区を受けるよう受ける人が三鷹市を併願するのは好まないと言いますかね三鷹だけを受けたい人をまあ取るというスタンスですよね。で一次試験自体はですねそんなにあの難しくはないようです。 であの受験生たちの情報を聞いててもね問題がそんな大変だったなんてことは出てきていません。でそれよりはですね2次試験以降に特色があります。2、まあ、次試験以降人物試験になってくるんですが、えー、とまず最初の2次試験ですねエントリーシートが出てきましてそれの審査ですねこれ最初に出したものの審査が入ってそれと個別面接です。こちらはね あの人事担当の職員の方々がまエントリーシートに沿った簡単な面接ですこれでま三鷹市に適しているかどうかが判断されますで、3次試験があります2次試験だけど終わらないですね3次試験ですこれは事務能力検査ま一般的なものと行動力検査というものが入りますま別名グループワークと考えていただいていいです 例えばねオーナー飛びをやったりとか、えー、とそういうようなことが過去行われています。で最後にですね、えー、と受験生の方々の間では幹部面接と呼ばれているものが入りますこれは市長以下ですね、えー、市の幹部の方々と受験生が1人がね、えー、とこれが面接の現場でまさに真剣勝負になります。 でこの幹部面接はね、まあ、市長ねユニークな方だとおっしゃいましたけどその市長がですね結構厳しいねそれこそツッコミとかね圧迫気味じゃないかなんてよく話もありますけれども、えー、そんなようなやり取りがありますが逆に言えばねその市の首長さんがです、ね、一人一人の受験生と、まあ、最後まで残った受験生とねまさに真剣勝負でこう対話を通じてですねその市の職員 として適してて適いるかちょっとね中途半端にんつうんでしょう質問をごまかすような感じにの答え方をするともう容赦なく突っ込んできますし何かね何人かの人で言われてる「あなたこれが最終面接だと分かってんの?」みたいな感じでちょっと怒られたなんていうねそんな例も聞いていますがそういう感じでユニークなあのですね2次試験3次試験4次試験までかけてその市に適した方を選んでいくっていうような試験が行われていくのが東京都三鷹市です。 あのね、多くの方にこの、ねえー、三鷹市を目指していただいてですねであのこのね、えー、とレック公務員講座の方ではその市役所試験に向けた講座もございますそれから面接に特化したねえっ、ー、とその単価の,そのプログラム等々もございますので、えー、とそちらの方もね、えー、と含めて、えー、と関心がある方はですねレックに問い合わせていただければ、えー、適切なご案内が行えますので是非ご検討ください。 では、ご清聴ありがとうございました。